上、新越自動車道。上、新越自動車道。上新越自動車道。上新。越エクスプレスウェイは、群馬県藤岡市の藤岡ジャンクションから、長野県長野市を経て、新潟県上越市の上越 JCT に至る、高速道路高速自動車国道である。東日本高速道路が管理、営業中である。略称は上新越道。上新越道。上新。 エツ・イクスプレスウェイ。高速道路ナンバリングによる路線番号は E18 が割り振られている。国道18号や北陸新幹線と並走し、東京から富山、金沢などの北陸地方西部を結ぶ高速道路の最短ルートとなるため、単に関東地方と長野県北新地方、新潟県上越地方を結ぶだけにとどまらず、 関東北陸間の物流の動脈としての役割も担う路線である。北関東自動車道の全線開通後は、東北、北関東方面と東海、関西方面を、東京都内を経由せずに高速道路のみで往来できるルートとして、重要度が増した。品の町インターチェンジ、荒井 PA が、暫定2車線、それ以外は4車線で、共用済みである。 かつてはこれ以外にも暫定に車線で併用されていた区間があり、特に薄い軽井沢インターチェンジ公職 JCT 間は開通以前から4車線化の施行命令が出されていたが、1998年の長野オリンピック開催に間に合わせるために暫定に車線で開通させた経歴がある。品野町インターチェンジ上越 JCT については2009年、 平成21年4月27日の第4回国土開発幹線自動車道建設会議にて4車線への整備計画変更が決定したが民主党の2009年平成21年度補正予算の執行見使により品野町インターチェンジ上越 JCT を含む高速道路6路線6区間の4車線化事業が凍結されたその後当該区間の2009年 平成21年における1 0トル以上の渋滞発生回数が19回を数えたとから4、車線化の必要性があると判断され、一旦は凍結が解除され、2012年、平成24年4月には事業を再開することが発表された。供用予定は当初2018年度であったが、2018年12月7日に区間延長の約8割を完成させ、 残りの2割は2019年度中の完成を目指して、4車線化事業を進めている。最高地点の標高は932メートルであり、八風山トンネル内にある。国土開発幹線自動車道の路線名は、関越自動車道上越線であり、上、新越自動車道はそのうち藤岡ジャンクション2世の区間の道路名である。1、2009年。 平成21年4月27日の第4回国間会議にて4車線への整備、計画変更が決定したが、民主党の補正予算執行見直しにより事業凍結。しかし、2010年、平成22年4月9日に国土交通省より再着手が表明され、2012年、平成24年4月6日には、同月より再開する運びとなった。 当初2018年度に4車線化予定であったが、2018年12月7日に、区間延長の約8割を完成させ、残りの2割は2019年度中の完成を目指して、4車線化事業を進めている。売店は、すべてのサービスエリアとカ羅パーキングエリア桜平、パーキングエリア千曲川坂木パーキングエリア、松代 PA、小布施パーキングエリアに、レストランは、 横川 SA と東武湯の丸 SA に設置されている。また、藤岡パーキングエリア、桜平パーキングエリア、小布施パーキングエリア、荒井 PA には、ハイウェイオアシスが併設されている。ガソリンスタンドは、横川 SA、東武湯の丸 SA、松代 PA にあり、東武湯の丸 SA の下り線がシニア営業をしていない他は24時間営業である。 24時間営業の売店は、藤岡パーキングエリアの、ハイウェイオアシス、ララン・フジョカ、横川 SAA、東武湯の丸 SAA、千曲川坂木パーキングエリア、セブンイレブン、ライ PA のハイウェイオアシス、道の駅、ライにある。品野町インターチェンジライ PA は、暫定に車線の対面通行となっているため、共用されているトンネルは上下線で例本となっている。 アライ PA 上越高台インターチェンジの下り線は、四車線加工時の際に、観音氷トンネル、区内トンネル、サメ顔トンネル、天神堂トンネルが、積雪対策のために、トンネル間にスノーシェルターが取り付けられており、一つの長いトンネルとなっている。コールサインは、ハイウェイラジオ上新越道と放送される、例、藤岡であれば、 ハイウェイラジオ上新越道藤岡よりお伝えしました。現在は岩月管制局から放送されているが、2006年9月30日、日本道路交談時代及び民営化後1年間までは、八王子管制局より放送されていた、八王子管制局は現在は中日本高速道路、八王子市であり、同じ形態の放送が、 中央自動車道と長野自動車道で2012年3月まで放送されていた。現行の岩月管制局に移管されたのは民営化から1年後の2006年10月のことである。24時間交通量、大道路交通センサス。区間物備平均交通量、2003年度、J1 年報、ゴールデンウィークやお盆の時期及び観光シーズンになると、 暫定に車線の品の町インターチェンジ新い PA の区間で渋滞が発生する。主な渋滞の先頭は、明高高原インターチェンジ付近、観音氷トンネル付近、中郷北 BS 付近である。この区間は IC や SAPA 付近の4車線区間とそれ、以外の2車線区間というように、交通容量が、 断続的に2分の1になる状態を何度も繰り返し、その都度交通の流れが止まるため、通過に1時間から2時間を要することもある。このため、渋滞が予想される時期には上、新越道前線を通過する車に対して、関越道、長岡ジャンクション経由への迂回を呼びかるポスターが、周辺の SAPA などに貼り出される。暫定2車線の時代には、群馬、 長野県境の八風山トンネルや折ヶ峰トンネル、坂木インターチェンジ公職 JGT 間でも休日を中心に渋滞が多く発生していたが、4車線化によって少なくなった。また、土日と祝日には主に午前中を中心に折が夕方から上り、関越道方面が、藤岡ジャンクション、藤岡インターチェンジ、富岡トンネル、神奈 PA、富岡インターチェンジ、 下仁田 IC、松井田明義 IC、横川 SA、薄い軽井沢 C の各付近と、佐久インターチェンジ松井田明義 IC 間の各、トンネルを先頭に 5km 以上の渋滞が発生することが多い。他にも関越道上りの花園のインターチェンジ付近を先頭とする渋滞が、藤岡ジャンクションを過ぎて上新越道に伸びてくる場もあり。 合流地点を先頭に 20km 以上の長い渋滞になる場合が多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。